どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。最近ちょっと商品レビュー動画少なくないですかというふうにコメントをいただいてまして、楽しみにしてもらってる方すいません。なんですけど、実はタイムリーである商品のレビュー動画を作ろうと思ってました。それがですね、ちょっとこちらでございます。はい、キャノンの EOS6D Mark II と EF1740 の 4LUSM、まあ、カメラですね。はい、カメラを買ったっていうのと、あとこのドラちゃん、これモフモフしてますけどもね、本当に可愛いですねっていう、まあ、これとどうでもいいんですけど、はい、今回僕がこの2つを買った理由は後ほど説明させていただくとして、まずはこの中身を出しちゃいたいと思います。それではいきます。せーの、あいーって。出し方適当。はい、こちらがキャノン EOS6D Mark II に17-40の 4L のレンズをつけた図になります。メカメカしくてかっこいいですね、これ。 iPhone X だったり Galaxy の S9 とかでいいじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、確かにそれでも全然いいと思うんですけど、まあ、僕はこちらをちょっと買いました。でもお察しの通り、これも開封してしばらく使っております。開封動画見たかったのにっていう方は他の方がやっている開封動画をご覧ください。まあ、いつまでも iPhone X で撮影しててもあれなので、 iPhone ってやっぱ日中は強いんですけど、夜とかちょっと暗くなるとめちゃくちゃ弱くなりますね。はい、ということでちょっと早速このカメラに切り替えてみたいと思います。それではいきます。せーの、はい、こんな感じになります。どうでしょうか、何かちょっと変わりますか、雰囲気変わりますか。ちなみにこれボディ側の設定はシャッタースピードが 100F 値が 4.0 で ISO 感度が4000になってます。このカメラ ISO 感度ガンガン上げても全然ノイズ乗らないです。これが 28mm の世界ですね。フルサイズのボケ感っていうのをちょっと体感していただきたいなと思って、まあ、こうやって撮影してるんですけど、そう、分かる人には分かるし、分かんない人には全然分かんないと思うんですけど、で僕たまたまもう1本レンズ持ってまして、初期型ですけど2870の F 値が 2.8 の L レンズ、はい、これも今たまたま持ってるんです。なのでちょっとこれを 28mm、 今これ撮影してるのが 28mm の F4 なので、 28mmF2.8 っていうのもちょっと体験していただこうかなと、どんなもんなのかっていうのをちょっと体験してみたいと思います。それではいきます。せーの、はい、まあ、こんな感じになります。どうでしょう、ボケ味はやっぱり 2.8 になると安定のボケっていうか綺麗ですね。わからない人からしたら、え、何の話をしているのみたいな感じになっちゃうと思うんで、もうこれ以上はあんまり細かいことは言いませんけども、ちなみに今これ撮ってる音なんですけども、ロードのビデオマイクロプロっていうマイクロフォンをつけて撮影してます。今1740の 4L に交換しました。シャッタースピード F 値 ISO 値は変わりません。これ 2.8 いいんですけど、やっぱ重いんですよね。これだけで 800g あります。ほんと鉄の塊って感じで、もずっしりしてるので、そうなのでこれからは 17mm40mm の F4 で撮影していきますので、よろしくお願いします。で、今回の動画の趣旨なんですけど、僕が実際このキャノン EOS60M2 を買う時に YouTube でこういう絵が撮れるんだろうなってやっぱ想像したくて検索しに行くんですけど、 6DMAX が発表されました、こんなスペック買うに決まってるじゃんみたいな、そういう動画はめっちゃ出てるんですけど、こういう絵が撮れますよ、実際手ぶれはこんな感じです、動画で実際こんな感じで撮れてますよっていうのを、なんか日本人の人でアップしてる人って僕はちょっと見つかんなかったんですね。なので今回は僕がブログスタイルっていう形でこの EOS6D Mark II をちょっと街中でぶん回したいと思いますので、 EOS6D Mark II をちょっと買おうかなって思ってたり、どんなもんか気になるって思った場合は、これからお見せする僕のそのブログスタイルの映像っていうのがちょっと参考になるかなというふうに思いますので、ぜひチェックしてみてください。で、日頃から僕の動画をご覧になっていただいているミニマリストの方々は、ショッピーさんまた物増やしちゃったんですか、いろいろ気になったと思うんですけど、持っている少ないものたちをどんどんブラッシュアップしていくっていう、まあ、そういう時期に今なってます。なのでこの YouTube の撮影環境もどんどんブラッシュアップをしている時なので、まあ、今回こういう EOS6D Mark
靴を買ったという感じなんですね。そうなので前回ルミックスの GH に 7-14mm のレンズをつけてたんですけど、それはもう今ここにはありません。断捨離をしました。今1時2分なんですけど、夜がちょっと更けてきましたので一旦ここでお休みして、で明日から EOS6D Mark II で本格的にブログ撮影を開始していきたいと思います。ちなみに僕は現時点ではカメラをただぶん回してブログ撮影をする映像ど素人なので、そこのところあの甘々でよろしくお願いいたします。じゃあ寝ます。ちなみに今シャッタースピードが100で F 値が4で ISO 感度が2万です。全然ノイズ乗ってませんでしょ。すごいですこれ。はい、ということでおやすみなさい。今から外に出ようと思ったんですけども、あいにくの雨でございます。いやどうしようかな、まあ、しばらくちょっと止むまで家の中で待機したいと思います。はい、ということで雨が止みましたので早速お散歩、まあ、ブログに行きたいと思います。はい、ということで僕は今品川じゃなくて新橋の汐留の方に来ました。相変わらずやっぱこう絵的にいいですよね。すごく僕は好きなところです。ここは曇りで撮影するとなんかちょっとどんよりした雰囲気をお見せしてしまうので大丈夫かなと思ったんですけど、晴れてくれてよかったです。じゃあここでちょっといろいろあのキャノンの EOS6D Mark II、 なんか長いな、 6D Mark II のなんかちょっといろいろ手ブレ補正とかなんかいろいろ試していきたいと思います。あ、ちなみにもう天候であのブンブン振り回して暗いとことかいろいろ入っていくので、設定はもうフルオートにしてます。シャッタースピードが今どうだとか F 値がどうだとか ISO 値がどうだっていうのはもう全然わかりません。はい、だってこう明るいところから急にこういう暗いところに入るんですから、はい、これをいちいちマニュアルで設定してたらめんどくさいということで、ちょっと今フルオートにしております。やっぱ便利便利。ちなみに今手ブレ補正はするになってます。しないとすると今日の3段階があるんですけど、今するにしてます。ちなみにあの画角は今 17mm です。 40mm するとこんな感じになります。で 17mm こう。どうですこの手ブレ、すごくないですか。結構僕が前使っていたルミックスの G8 とそんなに変わらないというか、 G8 を使っている時はここら辺の端っこがこんにゃく現象でもうグニャングニャンしちゃって、わあ見にくいなって思ってたんですけど、この 6D Mark II はそんなことないのでめちゃくちゃ改善されたなということですね。ちなみにここから 40mm にして、 40mm の場合はこんな感じになります。ちょっとカクつくかなって感じですね。 17mm にするとこんな感じで、もう安定性が全然違います。あ、ちなみに今僕どうやって持ってるかっていうと、両手ですね、両手で持ってる感じです。今フォーカスが僕の顔に合ってるんですけども、それがパッとパッとパッと、はい、こんな感じで、やっぱりキャノンは早いですね。色味も僕すごい好きでして、この緑はしっかり緑に映ってくれて、青はすごい気持ちいい青に映ってくれてっていう、この感じすごいですね。あの何を言ってるのか全然わからなくてすいません。あの僕自身なんか感じ言ってて大丈夫かな、伝わってるかなって、絶対伝わってないだろうなって思ってますけど、とりあえず色が僕は好きっていう感じですね。はい、じゃあ今からボディ内手ブレ補正を強にしてちょっと歩いてみたいと思います。ちなみになんですけど、これが手ブレ補正を切ってる状態です。これが動画内手ブレ補正をするにした状態の画角です。これが動画内手ブレ補正を強にした場合の 17mm の画角です。全部焦点距離は 17mm にしてます。はい、じゃあこれでちょっといろいろ歩いていきたいと思います。お、猫ちゃんがいる。やっほー猫ちゃん、あれ、
まあ、ガジェットレビューに興味がない人からしたらそんな手ブレ補正するしないとか全く関係ないと思いますけど、なんで僕がこのキヤノン EOS XD Mark II を変えたのか、ルミックス G8 の7から 14mm からなんで変えたのかっていう話をちょっとシェアさせていただきます。僕がルミックス G8 を使っている時にマイクロフォーサーズっていう規格のセンサーサイズだったんですけど、レンズを選ぶ時にその焦点距離を倍しないといけなかったんですよ。なんかそのレンズ選びが結構めんどくさいというか煩わしいというか、あ、なんか焦点距離倍しなきゃいけないんだっていう、なんかそのなんか感じがめんどくさかったっていうのがあります。フルサイズならもう 17mm から 40mm っていう価格があったらもう 17mm っていうのを味わえるわけなので、焦点距離の計算をするめんどくささがないっていうそのフルサイズを今回ちょっと選んでみました。2つ目なんですけど、これは僕がキャノン色が好きだっていうのがあります。撮ったままの色で僕はアップしたいと思える色だったので、やっぱりキャノン色っていいなっていうことで僕はキャノンにしました。ということで、まあキャノンでフルサイズ機っていうのはまあ決まってたんですけど、それプラスやっぱ動画を自分で撮るので、あのバリアングルがついてた方がいいということで、この3点を満たすものは 6D Max しかなかったので、まあ今回これを買ったということになります。で、まあこれを買ったわけなんですけど、買ってどうだったかっていうと、めちゃくちゃいいです。めっちゃ満足してます。まあもちろんその不満点はあります。ルミックス G8 と比べたらもう相当重くなってしまうので、重さに関してはめっちゃ不満です。あとカバンに入りづらかったりとか、カバンすごいかさばったりとかするので、なので重さだったりデカさだったりごつさでいったらやっぱりルミックスは素晴らしいです。あとはそのバッテリーの持ち具合だったり、その撮影記録時間の制限がなかったりっていうのはやっぱりルミックスなんです。キヤノンは時間制限30分っていうのがありますし、電池の持ちもそんなに良くはないです。2個持っていかないとちょっと不安になるぐらいバッテリーが弱かったりするんですけど、なんですけどやっぱこの色味と今このフォーカスも僕にピッと合ってますし、あの先ほど歩いてもこんにゃく現象が全く起きないっていうところから、僕はこの 6D Mark II 買ってすごく良かったと思ってます。フルサイズ機ではあるんですけど、でもやっぱエントリー機っていう風に歌っているわけなので、こうカメラど初心者の僕でも扱いやすいっていうのがやっぱりすごくいいなと思いました。以上、完全に個人的目線でちょっとお話をしてしまいましたけども、参考になりましたでしょうか。もうちょっとこんなこと知りたいって思った場合はコメントに書いていただければと思います。まあ、以上なんですけども、ちょっと撮影で歩き回ってお腹が空いたので、今からご飯を食べながらこの動画を締めたいと思います。それでは行きましょう。